結構良くなりました。てか本当にだいぶおとなしくなって、あの、はい、変な動きしなくなってきた、はい、しなくなりましたね、全く。薬が効いたのか。それで薬は飲めてる。はい、飲めてます。食べる方は食べない。あ、はい、そうですね。コオロギは昨日の夜に、そうですね、ダスティングしたコオロギ懐かせてもあんまり反応悪くて、キケさんもあんまり連敗用のフードも全然ダメ。そうですね。で、お薬では、A は何回飲みました？ A は昨日に2回の、今朝に1回の3回です。で、B は昨日の夜に1回。はい、夜に1回、夕方にあげただけです。どの辺からあの動き取れた？この辺に。え、そうですね、なんか昨日はまだやってました。そう、帰った時はまだちょっと口は開いた状態だったんですけど、なんか夕方くらいにちょっと様子見たら、なんか開いたままの口がそう閉じて、でかなりおとなしくなってたっていう感じでした。それじゃあね、ちょっともう一回治療しますね。はい、じゃあこの清掃車で。すごいじゃん。もがいてる。めっちゃもがいてる。点滴効いた？お薬も効いたの？おかげさんやすくなってきた。昨日はね、ちょっと点滴するの初めてだったから、はい、最低量 0.6 しか入れなかったんだけど、まあ、パーキロ25年まではできないんでね、いい気持ちです。めっちゃ元気になりましたね。この一日でさ、こんなになるのか。脳というよりも、あのことかというよりも、ストレスみたいな。ストレスなので、例えば停電灯とかね、はい、食べてなくて、気持ちが下がっちゃってたら、変な動きしますね。はい、いいよ。なるほど。でも、今回は話してほしいんですよ。はい。
はい、インディスナーが入ってます。はい、じゃあ、しかもね、あまりにもゼロです。そうか、長さん、ラキサトーンさ、はい、0.1 0.1? 0.1。